国鉄 EF30 系電気機関車、EF30 系電気機関車、EF30 型電気機関車は、日本国有鉄道、国鉄が製造した、高直流量用電気機関車である。関門トンネルを挟む山陽本線、下関文字間では、1942年の開通以来、直流五5 0 0 v で電化され、これに対応する EF10 系電気機関車が、 専用機関車として用いられていた。しかし、1961年6月1日に、鹿児島本線文字港クルメ館が、交流電化される際に、文字駅構内も交流にマンボルト、周波数60ヘルツで電化され、下関寄りにある関門トンネル入り口付近にデッドセクションを消して、電気的に分割することになったため、下関文字館を直通する客車列車、 貨物列車の牽引には、双方の電化方式に対応する、高直流電気機関車が必要となった。そこで、直流電化区間である、関門トンネルと交流電化区間の文字駅を直通可能で、なおかつ関門トンネル内の22、パーミル勾配において、10連で1200トン貨物列車の牽引が可能な、性能を備える、高直流電気機関として、本形式が開発された。 なお、本形式は、世界初の量産高直流電気機関車である。試作機である1号機と、量産機である2から22号機の合計22両が、製造された。製造は三菱電機、新三菱重工業、東京芝浦電機、日立製作所の4社3グループが担当し、1960年に、昭和34年の本予算による、 先行試作者として1号機が三菱電機、新三菱重工業により製造され、その評価試験の結果を受けた量産型として1961年から1968年の間に2から7.18から22号機が三菱電機、新三菱重工業で8から12号機が日立製作所で13から17号機が東京芝浦電機でそれぞれ製造され、 車体は関門トンネルの海水による錆塩害を防ぐため、従来関門トンネルで使用されていた EF10 系の一部に採用され、防錆対策に効果を上げていたステンレス板を、車体外反及び屋根状機器箱採用し、その他の機器箱類や金属製の露出部品についても、極力王道などの錆びにくい部材を選択して、塩害対策としている。1号機は、 車体長 17,860mm、各台車の心皿中心距離が 9,400mm で、あったが、量産車では、機器構成の変更により短縮され、車体長 16,560mm、心皿中心距離 8,800mm となり、さらに軽量化のために、車体側面とつま面の腰板部の板材圧が縮小され、強度維持のために、 コルゲーションと呼ばれる波板状のプレス加工処理が施されている。車体のデザインは ED71 型や ED60 型などの同時代の国鉄正式電気機関車各形式に順次、従連で使用されることが多いため、前面に貫通扉を設け、全消灯を一等その上部に設置している。ただし、上部がやや後退していた従来形式とは異なり、 つまは垂直構成となっている。側面には、機器室部の3箇所に、明かり取り用のガー窓を設けてあるが、これも、機器構成の変更で1号機と2号機以降とでは、設置位置が異なり、同時期の EF60 型と同様に機器用、エアフィルターを、運転台事にも置いて、両端の窓が、内寄りに設けられている1号機に対し、2号機以降では、両端の窓が、 乗務員室に隣接する配置に変更され、機器用エアフィルターはすべて3枚の窓間にまとめて配置されるようになっている。サビに強いステンレス製の外反を採用しているため、車体外部はムッ装とされたが、新造時の1号機に限っては倉下に赤帯を入れてアクセントとしてあった。車両番号は1号機では切り抜き文字による表示が、 採用されていたが、2号機以降は、独立したナンバープレートを取り付ける方式に変更されている。交流運転が行われるのが、文字駅構内に限られることから、交流区間での出力は、短時間定格を満たせばよいとされた。このため、試作者である1号機では、交流区間での定格出力が10分定格で3 9 7 5ット 量産車である二号機以降でも、交流区間では一時間定格四百五十キロワット、最高速度は時速三十キロメートルと一時間定格出力千八百キロワット、最高速度時速八十五キロメートルを発揮する直流区間からは大きく見劣りする値として設計されている。なお、一号機は後年、量産化改造が実施され、清流機や周辺圧機、それに、 主電動機などについて、量産型と同一のものに取り替えられている。交流用機器の搭載に伴い自重が増大することから、軸重を光線規格の許容上限である16トンに収めるため、1959年に試作された、高直流電気 ED46 系、後に ED92 系などと同様に、軽量化と空転時の最粘着特性の点で有利な一台車。 1>, 1モーター2軸駆動方式を採用する。主電動機は1号機が MT102、2号機以降はこれを改良した MT51 をそれぞれ拡大車に1機ずつ搭載する。これらはいずれも端子電圧 1500V 時1時間定格出力 600kW、定格電流 430A の直流直巻電動機で電気子軸が車軸と平行になるように 大写真皿直下に置かれ、WN 付き手と前後に配置された平ら歯車による歯車装置を介して前後の角度軸を駆動する。歯車比は13.88である。高直流電気機関車であるが、実際にはほとんどの区間を直流で運用することもあり、主回路構成は直流用電気機関車のそれを基本に、交流用機器を付加した構成となっている。このため、 制御方式は先行する ED60 型や ED61 型と同様、自家並列制御、抵抗制御、バーニア制御の3種類を併用し、電磁空気単位スイッチ式の四回路切り替え機構を基本としつつ、常時海水が天井から降り注ぐなど劣悪な条件にある、関門トンネル内の22パーミル勾配において、列車停止が発生した場合を考慮し、再起動。 列車引き出しの際に、重要な再粘着特性を改善するために、カムセ付きによるバーニアを付与した構造である。自家並列切り替えは、直流区間と交流区間で、回路構成に相違があり、直流区間では3個、直列11段と、並列8段、交流区間では3個、直列11段と2個、直列15段という構成となっている。 交流区間での定格出力が直流区間でのそれの約1、4に止まり、しかも実質的に低速運転を行う駅構内での使用に限られることから本形式の交流区間での制御は重量貨物列車の引き出し性能を重視した段数、抵抗値設定となっている。交流区間では自長減のために部分出力とされたため重量がかさむ。 主変圧器については極力コンパクトな設計とすることが求められた。1号機では、外鉄系高油入りの TM4X が採用されて、いたが、2号機以降では、内鉄系輸入事例式の TM4 に変更されている。エキサイトロン整流器を搭載していた ED46 型とは異なり、当初よりシリコン整流器を搭載する。素子の接続方法は、 単層ブリッジ整流でダイオードは1号機は三菱電機が開発した SR107 を2から17号機は同じく三菱電機製の SR200 回から14を搭載する。各ダイオードの仕様が示すように1号機試作から約2年の間の半導体技術の急速な進歩により信頼性を含めたダイオードの性能が大幅に向上しており 特に逆体圧電圧の大幅向上は整流器の回路構成簡素化に大きく貢献した。これにより、1号機の段階では各アーム12個、直列、2群並列、アーム数4という構成の回路を2組直列に接続し、合計192個のダイオードで回路を構成していたものが、2から17号機では各アーム10個、直列、2群並列、 アーム数4という構成の回路を単独で使用するように改められて整流器を構成するダイオード数が80に激減した。また、冷却装置等を含めた整流器一式で外径寸法 800mm、540mm、1750mm、次長 400kg のものを2セット搭載であったのが、 外形寸法 540mm1150mm1750mm 地上 520kg、mm mm、のものを1セット搭載として重量が 280kg 軽減され合わせて車体長の短縮も実現している電動発電機は1号機では直結3章を交流6 0ルツで低角出力極場のもの型番が搭載されていたが2号機以降では 定格出力は同じ極場ながら改良型の MHz81A、電動機 DM44A、発電機採用されている。また、整流機などの構成が大幅に変更され、機器室内のレイアウトも激変したことから、電動送風機の構成についても1号機と2号機以降とでは大きく異なったものとなっている。 1>, 1号機では試作の PS903 が採用されたが、2号機以降では量産化された PS19 に変更された。いずれも直流電気機関車で標準的に採用されていた PS17 を基本としつつ、交流2万ボルトでの使用に備えて、絶縁対策を強化した空気圧上昇式皮脂枠形パンタグラフである。なお、 この PS19 は本形式の次に設計された、国鉄としては2番目の量産硬直流電機、機関車である EF80 型にも採用されている。EF60 型と同様、軸配置 BBB で3機の二軸ボギー台車を備える。駆動方式は1台車1モーター二軸、駆動方式であり、台車の中心にモーターを配置して、前後の輪軸を駆動させる方式であるため、 台車の軽量化が可能であり、車両操縦量を抑制することができるほか、加速の際の軸重移動を前後に配置されている、臨軸で保管が可能である。しかも、牽引力を台車から連結器に直接伝達する特殊な構造が採用されたことから、両端、中間のいずれの台車も新規に設計されており、両端が DT117、中間が DT118 を故障する。 いずれも通常のウィングバネ式軸箱支持機構を備えるが、主電動機が一般的な構造の車両では、揺れ枕の置かれるべきスペースを占有していることと、列車引き出し時の重心移動による空転発生を予する必要性から、揺れ枕の形状や構造、それにバネの配置などに特徴がある。この時期の一般的な電気機関車では、牽引力は台車から心皿。 そして、車体の台枠を経て連結器に伝えられる構成が採用されていたが、本形式については、主伝動機を心皿直下に置く特殊な構造を採取しているためかこの方式が採用されず、各大車間を工房による中間連結器で連結した上で、牽引力は両端台車に機械的に結合された連結器を通じて伝達され、車体の台枠は、 基本的に牽引力の伝達に関与しないという、電化初期の輸入電気機関車に見られたような構造が採用されているのが特徴である。また、中間台車は二段リンク機構により横道に対して、機械的に追従することで、曲線通過時の機上速圧の低減を図っているが、これは、もともと新三菱重工業の考案した機構であり、このためもあって、本形式は、 三菱グループに優先発注されている。設計当時の機関車用標準ブレーキであった L14AAS 自動空気ブレーキと手ブレーキを搭載する。1960年3月の1号機竣工の時点では九州島内の交流電化は工事が終わっていなかったため、翌年4月までは九州と同一周波数の交流電化区間である。 北陸本線で試運転が行われた。1961年4月以降は、九州でも試運転を行い、その成績を踏まえて、改良を施した量産型が投入された。全車とも、配置は、文字機関区であった。下関も時間を走るすべての客車列車、貨物列車を経営し、貨物列車運用では、近隣の旗た操車場や、 東国来駅にも入線したが、特殊な性能のためこれ以外の区間で運用されることはなかった。特筆すべき運用としては1964年10月1日から1年間実施された、電車特急、ツバメ、ハトの経因が挙げられる。これは直流専用の151系電車を、交流電化区間内で走行させるため、同車が自力で走行できない、下関赤異で、 電気機関車を用いて牽引するというものであった。下関文字館の牽引機として、本形式のうち2から8号機が対象となり、ジャンパ線に改造を施して、電車制御用の各種回路が装備され、ナンバープレートを赤色に塗り、額を大きく区別した。1978年12月に試作車1号機が廃車された。その後、田畑機関区、現、 田畑運転所に転出していた EF81K300 番台2両が、文字機関区に戻り、加えて EF81K0 番台を改造した400番台が投入されため、量産車も JR 発足前の1984年から1987年にかけて、胴体保存の3号機以外の全車が廃車され、1987年3月29日に6号機、 21号機の従連によるさよなら運転が文字港音賀川下関文字館で実施され、交流区間における出力を補うため e f 8 1 3百4号機も同行した。鹿児島本線で客車列車を牽引したのはさよなら運転時のみで、東国来南の走行もこの時のみであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。